こちらの室は 6.4 畳の広さとなっております。琉球畳を採用しておりまして、カラーは薄桜色を選定しております。続いてファミリークローゼットのご紹介をいたします。こちらのファミリークローゼットの広さは 2.6 畳の広さとなっておりまして、1階の水回りの近くに設けることで洗濯後の収納だったり朝の身支度だったりを1階で完結することができます。続いてサニタリーをご紹介します。広さは3畳となっております。こちらには物干しに便利な干すクリーンとハンガーパイプを設けております。こちらにはカウンターを設けておりますので、お洗濯物を畳んだりアイロンをかけたりなど様々な用途で過ごすことができます。こちらにはタカラスタンダードのドレシオをセレクトしております。カウンター上部まで継ぎ目のない一体型となっていますので、お手入れがしやすいのがポイントです。続いて物干しスペースをご紹介します。広さは 3.1 畳となっておりまして、こちらには花ブロックを設置する予定となっております。花ブロックはデザイン性を損なわずに光と風を取り入れることができるので、おすすめの仕様となっております。続いてサニタリー横の脱衣室をご紹介します。広さは2畳となっております。こちらには可動棚を設けておりますので、タオルやお着替えなどを置くことができます。そしてこちらにはガス乾燥機を設置しておりますので、毎日の家事時間を少し短縮することができます。そして洗面台と脱衣室の場所を分けることで、誰かがお風呂に入っていても気兼ねなく洗面台を使うことができるので、おすすめの間取りとなっております。続いて脱衣室横の浴室をご紹介します。広さは2畳となっておりまして、今回は TOTO のサザナをセレクトしております。床材にはホッカラリ床を標準仕様としてまして、あったかく柔らかい断熱材のような役割を果たしてくれております。上部には浴室乾燥暖房が標準になっていますので、浴室の中でもお洗濯物を干すことができます。階段を上った先には今回の見どころでもある10畳のルーフテラスがございます。広々としているのでバーベキューを楽しんだり、テントを張っておうちキャンプを楽しむこともできます。
こちらは 1.5 畳の広さの収納となっております。デッドスペースになってしまう場所を収納として活用しております。ご家族が多い方でも、荷物をこちらに収納することでお家をすっきり見せることができます。続いて2階のお部屋の1つ目をご紹介いたします。広さは 8.2 畳となっております。広めのお部屋となっていますので、お子様お二人でご使用いただけます。こちらには吐き出し窓を設けておりますので、こちらから出入りすることができます。続いてお隣のお部屋をご紹介します。広さは 5.3 畳となっております。こちらには可動式間仕切り戸を設けておりますので、お子様が小さい時にはこちらを外していただき、お隣のお部屋とつなげて広いお部屋にすることができ、年頃になってくるとこちらの可動式間仕切り戸を設置し、2部屋に分けることができます。続いて4部屋目をご紹介いたします。こちらの広さは 6.8 畳となっております。こちらには収納を設けております。続いて2階最後のお部屋をご紹介します。広さは 5.2 畳となっております。窓を2面に設けていますので、とても明るいお部屋となっております。こちらには洗面台を設けておりまして、タカラスタンダードのドレッシュを採用しております。2階にも洗面台を設けることで、朝の身支度の際に分散して準備をすることができます。続いては2階のトイレのご紹介をいたします。こちらは 1.2 畳の広さとなっておりまして、トイレには TOTO の GGJ2 という商品を採用しております。コンパクトタンクですっきりとしたデザインが特徴となっております。上には消臭効果のある漆喰を採用しておりまして、下には水洗いできるタイルをセレクトしております。続いてシャワールームをご紹介します。今回はタカラスタンダードのぴったりサイズシャワーユニットをセレクトしております。部屋全体を保温材で包み込み、暖かさを持続するパーフェクト保温が特徴的です。ご家族の多いご家庭には浴室を2箇所つけることをおすすめしております。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのは2階建て E コンパクト55坪のお家でした。生活動線が考えられた1階水回りや約10畳のオープンバルコニーが
とても魅力的なお家でしたね。今回は動画でご説明しましたが、無垢フローリングや漆喰等の自然素材の良さは実際に体感してみるとより魅力を感じられるかと思います。ぜひモデルハウスや見学会にも足を運んでみてくださいね。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。もっと詳しい情報を知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また他の物件の動画や写真はインスタグラムやホームページをご覧ください。これから他の物件もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。サイアスホームは皆様のご来場を心よりお待ちしております。続いて2階のお部屋の一つ目をご紹介いたします。広さは 8.2 畳となっておりまして、広く、ちょっともう一回ごめんなさい